はい、こんにちは、こんにちは、です。今回はね、モテキーナ藤枝さん、お菓子台だったりとか雑貨台、あとはね、フィギュア台だったりね、結構面白いのいっぱいあったんで、ちょっと挑戦していきたいと思います。では、早速やっていきましょう。はい、お菓子台やるんですけど、ちょっと面白そうな台があったのでやってみます。これが初期位置なんだね。持ち上げるのかな？どうだろう？あ、弱かったら絶望だけど、あ、これならいける。あ、これは、これ多分うまくいけばすっぽ抜けてそのまま落ちるタイプのやつだね、これ。ただ、この状態になってしまったので、どうかな？あー、ちょっとミスった。初期位置に戻った。はいはいはい。まあ、しょうがないでしょ。気を取り直して、もう一発やっていきましょう。はい。どうかな？はい。これ持ち上げて、うまく絡めれば、はい、初期位置戻る。やばい、無限回復。RPG の魔王が攻撃食らったたびに回復するみたいな状態になってる。どうかな？ほい。ほい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 。強えぞ。その時の運が試されるね。おみくじ台ですね。ほい。おそらくそんな難しくないんだね。おそらくだね。ほい。抜けろ。ニュースの時間です。はい。そうですね、この問題の題がニュースに取り上げられて早くね罰を受けることを願ってますよ。はい、行きました。行きます。あー、戻っちゃった。戻っちゃったじゃないですか。許されんよ、許されん。最近ね、あのモテキーナ藤枝行くとよくお関さんに会うんですよ。どうかな、どうかな。おい、行きましょう。バランスよ、掴んだ時のバランスが大事よ、この台。おい、どうでしょうか。こい、こい。おおな、勢いゲットしたけど、これ多分攻略法は勢いっすね。助走をつけてそのまんまバーに叩きつけるっていうね、荒技で取れます。はい、ありがとうございます。そりゃ係員呼ばれますよ、こんな入ってたら。いいですね、今日も元気になれますよ、大関さん見てると。さあ、手前よ。え、全世界のブレイキングタイムファンの皆さん、こんな下手なこと言うとやられるから言わない方がいいね。そうですね、マサオかかってこいよ。あぶねえ。では雑貨台やっていきたいと思います。ちなみにさっきテストプレイさせてもらって死にました。雑貨台は動かないイメージがあるけど、これはちょっと微妙な感じしたな。横向きにねしていきましょう。はい、ここら辺かな。はい、右寄りに、若干左寄り、若干左寄りに。すごいね、グリップが強い。どうかな。もう癖は若干分かってきた。はい、動かんじゃん、やばいっすよ。どうでしょうか。こっちかかった。若干だね、どうしよう。頭の方いけるかな。どう考えても頭の方が軽いよね。ここら辺かな。頭だね。まあ、ちょっと頭の方いきますか。あー、ギリ入った。危ねえ。どうかな。いいんじゃない。怖いんだよね、これバーに当たっちゃうから、本当に。まあまあまあ、ちょっとずつね、行きましょう。あ、若干なんかこう本当に震えるから。
あーもう動かなくなってる頼むよマジで、なんかスイッチ入ったわ今頑張ろう頑張ろうって気になった今。はい、皆さんが取れるために僕がモルモットとして頑張るんですよ。おい、どうかな。はい、癖が、アームの癖がマジで強いんで、これは気をつけてください、ま、おお、これはいいチランじゃないでしょうか。できればもうちょっと角度はつけたいけど、もうこれ以上動かすのはね怖い。若干すね、ここら辺かな、どうかな、どうかな。あー、ここでバーに当たる。マジ、ここでバーに当たってしまうとやりようがなくなってくるような気がするが、はい、はい、またビーチが上がりました。これはどうしても行きたいよ、頼むよ。当たっちゃうかも、これはマジで来ました、3度目の正直で。ちょっと待って、これさ、こっち行こう、ちょっとこっち行こう、怖いから。いや、いいいいよいいよ、持ち上げてこのまんま。あ、ちょ待って、これ乗ったからいいよ、投げやりになってないっすよ。ちょっと心は折れかけてるかもしれないけど諦めてはない。どうかな、さあどうでしょうか。もう決めたよ。正直これにこんなに苦戦するとは思ってなかった。おーし、乗った乗ったぞもうちょっとかけたいよね、もうちょっと。待てよ、危ないぞこれ。行きましょう。プレーは中の下だが、運は持っているはず。頼む。はい、やった。やった。長かったよこれ。はい、カービィのディスペンサーゲットでーす。星型になるんだねこれ。もういいわ。もう次行きましょう。俺やったことあったっけな。スーパービッグ寿司よ。普通のポテトチップスですね。はい、王道の大袋ゲットしていきたいと思います。アームパワーアップってなんか上の方に書いてありますね。動くじゃん、乗り上げてますよけど横にしたいね。これ安定のケツ重かな、どうでしょうか。アームパワーアップって書いてあるからね、そういうのを重心を超越してくるのが安定だ。ほらほら、すっげえパワーしてるこれ。はい、どうかな、頼むよ、持ち上げてよ。はい、入った。さあ溜まっちゃってるね。じゃあ手前側行きましょう。そうこれはすんなり取りたい、すんなり取れそうなやつを選んだはず。頭の方が軽いから引っ掛けやすい。ここら辺でうまく入ってくれりゃあるっしょ、あるっしょ。持ち上げたんだけど、持ち上げるとかあんなの、ありなの。いやー、悪い方向に進みましたねこれ。あと3プレーでなんとか取りたいっすね。どうかな、あー、バーに当たってた。どうでしょうか。ダメだ。はい、じゃあ気を取り直してやっていきましょう。
頭の方だね、頭の方どんどん狙っていこう。ほい、バーに当たらな、バーに当たっても大丈夫か。はい、かけて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 、あとちょっと頼むぜ。よかったら登録しておいてください、チャンネルお願いします。いつもお願いします。ぜひぜひ、それか岡田ジャパンと検索していただければ、岡田ジャパンです岡田です、一発で覚えれると思うんで、岡田ジャパンです、お願いします。全然全然一般人です。ここの元店長やってて、ここで YouTube やってて、辞めちゃったんですけど、そこからまた YouTube やっていいよって言われてやってます。ぜひぜひ全然 UFO キャッチャーは店長だった時やってなかったので、ど素人です。そう、ハマるとどうしようもないなと思っちゃいますけど、ね、カービィのやつ難しかったですさあ取れるかな。多分こっから沼ると思うのですいませんが、お願いします。それではさあ、お客さんに話しかけてもらってテンションが上がりました。どうでしょうか。もう押せば落ちそうだけど、押そうか。ほい、頼むぜ。滑っちゃうか、滑っちゃう。うわー、マジか。頼むよ、頼むよ。今日の動画は今日の動画は本当に洗礼を受けたっていう動画でしょうね簡単に撮れるの言ったかったけどな、簡単に撮りたいけど、なかなかそうもいかない日もあるんですよ。 UFO キャッチャーだからね。はい、どうかな。おー、やった、ゲットしました。6分、原本は6分かかってる。あざす。次はスプーンデモ取っていきたいと思います。これダミーだけど中身はちゃんと入ってるやつだね。はい、行きましょう。おし、動く。あ、見てブルーアイズもある、めっちゃ可愛い。ペガサス編とかマジで世代だから、いや懐かしいね。もうマジ欲しかったもん、あのウルトラレアのあのスプーンデモ、フンワールドとか憧れだったよ。さあ、大人になってこのリバイバルしたフュンデモンゲットすることはできるのでしょうか。あれ、いけるぞこれ。はい、じゃあ次で落としたい、できれば落としたいけど、どうかな。おーっと、これは願ってもないチャンスが来ました。ちょっと一回見て、めっちゃ作りいいよ。あれみたい、ラッドフィンクみたいさあ戻りましょう。さあさあさあ、今日はお客さんにも話しかけてもらえたし、気分のいい日だから、これはねさらっと取って、あっ、ちょ、戻る、ほら戻る。もう気分いいとね全部うまくいくよはい、おいしょ、決めよう。いけるっしょこれなら。はい、はい、やった。意外と広いんだね。いけるいける、全然いける。縦でもいけるけど、こういってここに乗せるのがね結構な難関です。はい、ありがとうございます、ゲットです。よし、最後よ、アクアフロートガールズ魔女の旅だみの、イレイナ撮っていきたいと思います。ちょっとアニメ知らないねけど、可愛いです。はい、どうかな。うぃ、
動くね。ちょっと寄せられないかな、どうかな、当たんな、 OK。 はい、どうでしょうか。おお、あと1、これ一発で取れてたわ。さあ最後決めましょうか。ここら辺かな。ねじれ、あ、当たっちゃうか。けども、惜しい。これね、2手で取ったらね、大赤字ですよ、モテキーナさん。ここら辺はね、吹いて読みます。はい。入ったかな。はい、これで、ゲットです。おっと、ゲットじゃない、粘る。粘りおるね。はい。さすがに決めたい。さすがに決めたいよ。前半死んでたからね、マジで。OK。OK。12だがゲット。レイナーゲットでーす。これをちょっとなんかサンプル出てないから。はい、こんな感じです。今日かわいいよ。はい、って感じでね、いろいろ今日はね、洗礼を受けたというか。まあまあまあ、けどね、取れましたんで、よしとしましょう。って感じで今回はモッテキーナ藤枝さんのね、いろんな台遊んでみました。皆さんもぜひね、遊んでみてください。じゃあ次回も見てください。バイバイ。